あ、はい。皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様です。今日も、ゆっくりのんびり、まったりと見てってくださいね。今は、ネザーオートの収穫してました。成長が早くて助かりますね。で、ここはどこかというと、地下の醸造室です。そして、じゃん。3号来ました。周りをほぼ砂に変えて、こんな感じですが、どうでしょうか？このところ水中呼吸大活躍でした。熱帯魚じゃないけど、時々酒やイカが来るのでいいかな？って。この、サンゴもいいでしょ？あまり違和感がないような。さて、とりあえずお風呂屋さんが完全に完成しました。外見は、どうあれ内装はほぼ満足です。はい、到着です。目の前の巨大水槽、床の、方解石と白色の彩釉テラコッタ。あ、ここちゃんと紹介してなかったね。カウンターの裏には、事務所兼従業員の休憩所的なとこ。ここには、書類とか、もしくはロッカー的な。うわぁ、またやっちゃった。恐るべし、トラップドアだわ。ここの、景色もなかなかいいと思います。ここに、座ってお仕事できます。こっちからは、厨房に入れます。ここは広めに作りました。ここは、シンクです。こっちに食器返してくださいね。さて、まだ営業前なので軽く、3階の紹介です。内容的には2階と同じなので、さらっとね。おい、霊夢、できたのか？お風呂屋さんできたの？やったやった。あ、二人とも、できたよ。サンゴ？すげえな。ここに、使ったんだわー。うん。サンゴ回収と熱帯魚回収と2階目覚めた。お魚いっぱい。霊夢も頑張ってたんだな。それは、もちろんよ。まあ、私たちも頑張ったよな。フラン。頑張ったよ。おまけ動画で見たわよ。その後、ショート動画のグッドの数見たか？すごかったよね。私たちのショートで、チャンネル登録者様が増えたって、中の人泣いてたぜ。号泣。そっか、じゃあ次マリサかフラン建築する？建築は、ちょっと。お腹痛くなってきた。あとは、やってほしいことはあるけどね。ちなみに菊が何なんだ？洞窟探検か。それか、聖地だけど。探検には、いろいろ防具とかツール使っていいよ。聖地にはビーコン使っていいよ。ベーコン。好きな方選んでいいよ。建築じゃないだけマシか？ベーコン食べたいよ。ベーコンじゃないよ。フラン、ビーコン。聖地が楽になる、装置のこと。へぇ、そうなんだ。あ、ちなみにここは、女湯か？そうだよ。後で、入っていい？二人この前頑張ったしねー。お、やった。今度、また聖地か探検行ったらまた、いつでもどうぞ。条件付きか？そうそう、当たり前でしょ？ここまで頑張って作ったし、マリサとフランで評価高いんでしょ？わら。おい、霊夢？いじけてんのか？わら。別に？そんなことないわよ。霊夢いじけてんだ、かわいいじゃん。何よまったく、あはははははは。ちなみに、洞窟って？洞窟は、エンドポータルのとこ、確か、奥まで行ってないのよねー。へぇー。聖地はどこをやるんだ？時計塔の町の横とお城の裏だよ。山を削るのか？そこまではしないけどね。そうなのか。軽く街並み見てみようか？お、いいな、久々に見てみたいぜ。マリサはいつも谷蔵飯しか、見てないもんねー。対岸には段々畑、トロッコからの景色がいいよな。かかし、減ったよねー。また、ハロウィンの時増やそうかな？いや、もういいよ。で、ここにはマリサを筆頭にみんなのお気に入りのお店。めちゃめちゃうまいんだよな、ここ。店長さん優しいし、ここ好き。Twitter でリクエストもらって作った、居酒屋レストラン。めちゃめちゃ、喜んでたよな。だからいつも特別にしてくれるんだよね。はい、お店の名前は谷蔵飯。イケスも作ってあるんだよ。また、後で言っていいよな。マリサは食べ過ぎ注意だからね。わかってるぜ。あははははは。ここは、時計塔の街のメインストリート。ちなみに、右側の建物はハリボテ。左側のはちゃんと内装してます。白樺の木植えてあるのいいな。並木道的な感じでいいね。あ、マリサ？なんだ？目の前の崖が聖地場所よ。わら。へえ、そうなんだ。まあ、マリサでも、フランでも好きな方選んでいいよ。洞窟探検、聖地一緒にやってもいいし、まずは、聖地のが先かな？私たちも忙しいからな。そうだよね。少し考えとくぜ。前向きに、期待しとくね。やるなら、本編でもいいよ。考えとくぜ。本編、出番が、増える。
こっちの青い屋根のお家は、アレイちゃんのお家です。いっぱいいるー、かわいい。ここは、癒しのスペース。これが、時計塔。よく作ったよなー。ほんとだよねー。人ごとかよ。今見るとそう思うよ。なんか、わかるそれ。ここは、小さいけど養蜂場です。入り口には、牛くんとカエルくんがいます。それな。わかる人にはわかるよねー。ハニカムと蜂蜜が取れるように日照センサーで取れるようになってます。ミツバチさんお仕事してるね。タイミングで見れないけどね。たまに見に来ないと、瓶とかハサミがなくなってるかもだから。たまに、来てるけどね。蜂蜜とか、ハニカム何かに使うのか？まだわかんないけどね。デザイン的に、難しそうだな。そうね、今のとこないのよね。かわいいのにね。使っても、ないそうかな？って思うけどね。そうだな。何か、イメージできたらミツバチさん、また増やさなきゃね。ハサミはまだ大丈夫ね。ちっちゃいミツバチさん、かわいいよね。小さいのは、何でも癒されるよな。そうねー。じゃあ、次、時計塔に登って全体を見てみようかな。おー、それいいな。楽しみ楽しみ。おー。こう見ると、すげえな。ちゃんと、街になってるね。頑張ったなーって、やったなーって思うね。松明もなくて、すっきりだな。シーランタンも隠してるとこもいいよね。あそこの、山の聖地がねー。真横が崖で、石丸見えがちょっとねー。え？あ。お城の裏の聖地はここねー。ちょっと、揃えたいのよねー。そうなんだ。はい、最後までご視聴、ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントいただけたら、めちゃめちゃ励みになります。それじゃあ、またねー。最後に霊夢ドローンです。また、見てねー。バイバーイ。